い、皆さんこんにちは、アンチです。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回はですね、マリネットラインを消すリガメントほぐしをお届けしたいと思います。はい、まあ、これですね、僕がやっている今5歳若返り計画のその3になるんですけども、やっていきたいと思います。まあ、マリネットラインの、ね、消すセルフケアは何本も取ってるんですけども、今回はね、リガメントを使ったリガメントほぐしというですね、やり方でちょっとやっていきたいなと思います。で、あのリガメントのね、場所としてはここら辺にはあるんですけども、それもまたね、説明しながらやっていきたいと思うんですが、マリネットラインっていうのはですね、まあ、皮膚のたるみであったり筋肉の衰えによってですね、ここの線がいく、まあ、このたるんでくるってことですね。たるんでくることによってここにこうシワがいくっていうのがですね、一つの原因だと言われてるんですけども、まあ、この中にですね、この口の頬のです、ね、脂肪も一緒に下がってきている、それがですね、大きな理由となっているようなんですよね。で、ここのですね、脂肪が下がってきて、筋肉とこのリガメントというですね、骨とこの筋膜とか筋肉を支えているその貝柱みたいなものがあるんですけど、そこにこう溜まるような感じ、溜まるような感じで、ここにこうシワができるっていうような感じなんですね。なので今回はこの頬の筋肉を上げながら、この脂肪も上に上げながら、さらにこのリガメントをほぐしていって、溜まりにくくするですね、セルフケアとなっておりますので、ぜひですね、最後まで見てください。まあ、僕の動画はですね、40代50代の方がですね、健康であったり美容であったり、なりたい自分になっていただけるための動画配信となっております。ぜひですね、最後まで。はい、ではやっていきたいと思うんですけど、いつも使っているですね、この炭酸生体スプレーですね、これも使っていきたいと思います。まあ、これはですね、こう顔に1周かけていただくことによってですね、炭酸がですね、皮膚から浸透して毛細血管を拡張してくれます。拡張してくれることによって血液の循環が上がっていって、筋肉に行き届いてなかったところにも血液が流れ込む、流れ込むことによって筋肉が活性化していくわけなんですね。しかも、リンパの流れも促進していくので、ぜひですね、これ一度試してみてほしいと思います。はい、でですね、今からやっていきたいと思うんですけども、まずはですね、このリガメントをまずチェックしたいと思います。リガメントっていうのはですね、この双子のここら辺にあるんですね。ちょうどここがですね、体弦というツボに近いところなんですけども、これをですね、まず、両手でも結構ですし、片っぽずつでも結構なんで、こう触っていくとですね、ちょっとくぼみがあるんですよ。で、ここをグーッと押さえてほしいと思います。グーッと押さえるとですね、骨にズーンと、僕はここら辺にズーンとですね、来るようなイメージで、あ、こうなんか繋がってるなみたいな感じなんですよ。で、ここを押すことによって刺激与えるってことなんで、ここをちょっと軽くこうピンポンみたいな感じでこう10回ぐらいこうやって、ね、押して離して、押して離してっていうのをやってもらいたいと思います。では行きますね。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。よかったらこっちもね、やってくださいね。こう両方でこうやってもらっても大丈夫ですよ。1、3、4、5、6、7、8、9、10って感じですね。この体現というツボを押してください。で、ここにですね、リガメントっていうポジションにもなりますんで、ここもね、まあ、チェックする感じでやってください。で、まあ、リガメントってどこかわからないんじゃないですか、この体の中なんで。で、まあ、ここら辺かなという感覚で押してもらって結構なので、それぐらいで結構です。今から僕がですね、このリガメント周辺をですね、上に上げていく、こういう感じですね。上に上げていく感じですね。指を使ってこういう感じですね。こういう感じで、このシワを伸ばしていくような感じですね。で、こういう形でやっていくことによって、リガメントに確実に当たってるんですよね。で、これをちょっとやっていただきたいと思うんで、これもね、10回やってください。こういう感じで当てて、指をこう、くるっとひねるような感じですね。くるっとひねるような感じ。はい、よろしいでしょうか。このマリネットラインの上を、くるっとですね。はい、これ10回いきますね。では、いきます。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。まあ、これも両方でやってもらっても結構ですよ。こうやって1、2、3、4、5、6、7、8、9、10って感じですね。これをやってみてください。このリガメントが柔らかくなってくることによって、次はですね、ここが硬くなってこうたるんでくるんで、ここをまず柔らかくしてください。で、ここからですね、次この下がってきているものを上に上げていくっていう方法なんですね。で、これはですね、さらに指2本でですね、この
周りの手ラインの次ちょっと後ろに指を当ててこういう感じで、ね、こういう感じで、こういう感じで上に次くるっとくるっと同じようにくるっと上に上げる、指をこうひねるような感じですね。ひねるだけです。はい、これも10回ではいきますね。よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。これはね、両方でやってもらっても結構ですし、左右見ながらねやってもらっても結構なんですけども、両手でやるときはこういう感じで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10って感じですね。でここのこうたるみを上に上げていくような感じですね。今まではこう筋肉指先で引っ張ったりしたんですけど、次はこの指の面を使って上にこう上げていくような感じですね。よろしいでしょうか。これをやってください。これをすることによって今見ているようにこの口がこうピーって引っ張られるんですね。でここがですね、引っ張られるっていうことはこの下がっているものがですね、こう上がっていきますんで、これやるとですね、このマイルドラインが薄くなっていきますので、ぜひですねこれやってみてください。はい、こういう感じですね。はい、これもね今10回ずつやってるんですけど、これもできた3セットぐらいやっていただける方がありがたいと思います。でこれもお風呂入りながらとかで全然できるセルフケアなんで、ぜひやってみてください。でこれがですね、まずおさらいで、この体言っていうツボを押す、ピンピンピン10回押す、で指をこうマイルドラインを伸ばすような感じで指をくるっくるっとやります。で次指2本でですね、こういう感じですね。はい、こういう感じでやっていきますね。でこう上に上がっていくような状態です。で要はここがですね下がってくる、頬が下がってくるからマイルドラインができるんですね。でこれをですね上に上げていくっていう方法ですね。これやってください。で最後ですね、ここの頬が上がりきったところをですね、次はこの手のここを使って上にグーッと引っ張り上げます。はい、こんな感じ。はい、こんな感じですね。はい、でこれもね10秒キープでいきましょう。ではいきます。よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。はい、これで触っていただくとですね、もうここのねラインが全然違うんですね。この頬が下がってくるのも解消されますし、ほうれい線も薄くなってきますので、ぜひですねこれやってほしいと思います。ではこちらの方もですね、グッと当てて上に上げます。これも10秒キープ。ではいきますね。よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。よろしいでしょうか。これをですね、まあ1日で1回寝る前にやっていただいたりとか、お風呂の中でやっていただくとかですね、やっていただけるだけでですね、このマイルドラインが薄くなってきますんで、ぜひですね5歳若返ってみてください。はい、まあ、この動画が良かったなと思ったらですね、いいねのボタンをぜひよろしくお願いします。ではですね、またチャンネル登録の方もお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。